ツマイナス204、ツマイナス204、ツポレフ204ロシア語は、ロシアのツポレフ設計局が開発した、総発旅客機である。最大210名の乗客を輸送することができ、機体のスペックはほぼボーイング757に近い。ソ連を中心に就航している、中距離路専用3発機ツマイナス154の、買い替え需要に対応するために開発されたものである。 性能が向上した最新型のツ -204SM は2010年12月29日に初飛行した。この旅客機の開発にはロシアのいる -96 と同様に革新的な技術が導入されており、西側のエアバス機などに導入されているフライバイワイヤとグラスコックピット主翼端に付けられたウィングレットに加え西側同様の航空電子機器を装備し、さらに ロシア製の航空機では初めて、イギリス製のロールスロイス RB211 の535ターボファンエンジンを装備している。また機体には特殊な金属素材が多用されているという。エアバスやボーイングの旅客機に比べ、ほぼ同様な機能を持った機体を割安で購入できるメリットがある反面、スポレフの営業力と製品サポート力に難点があるとの指摘もあり、ローンチ当初は、 ロシア国外向けのセールスはほぼゼロであった。そのため、長年ロシア以外で導入した国はなかったが、低価格2007年現在約3、500万 US ドルであることや、オプションとしてエンジンに信頼性の高いロールスロイス製を選択くるということもあり、諸外国からの発注が集まってきており、朝鮮民主主義人民共和国の高麗航空や、シリアのシリア航空、 キューバのクバーナ航空など、欧米のメーカーから、政治的、経済的な理由により旅客機を購入するのが、難しい国からの発注を受けたほか、貨物機としてのオーダーもあった。後継としては、イルクート MS-21 が開発されており、競合を避けるため統一航空機製造会社では2009年からの製造を中止する検討を行い、2016年4月に、 正式に中止を決定した。残りについては、発注があれば製造するという。ツマイナス204の基本モデルである。またツマイナス 204C は、貨物専用の基本モデルである。ツマイナス204から100は、最初に開発されたモデルで、ソロビオ不正の PS-90A エンジンを搭載している。ツマイナス204から200は、 ツマイナス204から110両増加型である。なお、つまいなす214は、ツマイナス204から200と、全く同様の機体であるが、組み立てメーカーが異なる。世界市場向けに販売拡大することを狙い、西側の先進航空技術を盛り込んだモデルである、ロールスロイス製の RB211 から535エンジンなどを搭載している。基本モデルである、 スマイナス204よりも胴体を6メートル短くしたもので、航続距離を延長したものである。ウラジオストク航空の発注により生産されることになった。スマイナス204から300よりも短い路線向けに開発されるもので、翼を小さくした分巡航速度をマッハ0.84に増加させた機体である。競争相手はボーイング 737NG シリーズとしている。 石油系燃料に代わる代替燃料を使用する試験機である。つまいなす206は液体水素を使用しつまいなす216は天然ガスを使用するとしている。つイナス二214とつまいなす204から200との違いは組み立てを行う製造メーカーである。つまいなす204から200はウジアノフスクのアビアスタル SP で生産されツマイナス二百十四は 火山ので生産される。両方の工場ともツポレフ設計局とは独立しておりそれらの生産機種の設計をある程度管理できる。主な違いは主翼の前にある胴体の左側のドアの大きさである。つまいなす204は2つのドアと2つの非常脱出口がある。つまいなす214は3つのドアと1つの非常脱出口がある。2010年に つまいなす214は、計10機が、航空会社で運用中で12機が受注されている。つまいなす214を運用する、航空会社は、ロシア航空、トランスアイロ航空とである。トランスアイロ航空は、さらに7機追加発注している。ツマイナス 204SM は201年から2018年の、ロシアの国内外の炭通路機の、 民海航空機市場における地位を維持、拡大することを目的とした計画である。この中距離旅客機は210席で急成長する格安航空会社の市場を対象とする。この機体はロシアと国際民間航空機関と欧州航空広報安全機構の新しい国際、安全元に適合するように改良された。2 4 s m の利点は小型の機体と PS-90A エンジンを搭載する、つ -204 から100、100E、100V に多くのデザイン特有力の類似性を享受しつつ、改良された PS-90A2 エンジンによってもたらされる。広報装置と、アビオニクスにより二人乗務が可能になり、以前の北よりも一名乗員が減った。直接の運行経費は、つ -204 から100、 300よりも10から15%削減された。つマイナス 204SM の改良点、Y44 機のつマイナス 204SM を受領する予定である。ロシア最大の航空機リース会社である、イリューシンファイナンスによると2月に、レッドイングストの44機のつマイナス 204SM の交渉は完了し2011年3月に調印した。イリューシンファイナンスは以前は、 つマイナス204から100を空、バーナ航空、高来航空と列島イングスへ貸し出し、つマイナス204から300を、ウラジオストク航空と高来航空へ、つマイナス2143機を、トランスアエロ航空へ貸し出した。列島イングス航空はすでにつマイナス204から100と、つマイナス204から100ボルトを運航し、2010年にさらに1機加える。 アビアスタル SP で生産される最新型のツマイナス204から100であるツマイナス204から 100V を運行する唯一の航空車である。15機のツマイナス 204SM を発注して2011年から受領が始まるモスクワ航空が最初の運用会社になる予定である。イランエアツアーズによる大量の発注はアメリカの企業であるフラットホイットニーが エンジンの開発において、アビアドビガーテリに携わっていることにより、イランへの経済制裁の脅威にさらされる。売却を完了するために、ツマイナス 204SM に、ツマイナス204に搭載される、PS マイナス 90A エンジンを代わりに搭載する、ことが検討される。生産数の少ないツマイナス204に対して、スポレフは、 下請け企業に飛行機の全体の価格を27-30%引き下げるために値下げを求めた。これらの下請け企業は2016年までスマイナス 204SM の44機の製造をこの条件で受けたまわりした。報告によると、列島イングス航空は2011年までにこの発注をするとみられる。 ツマイナス 204SM の飛行試験は2010年12月29日に成功した。予定では、最初のツマイナス 204SM の納入は2011年で、ある。出展、統一航空機製造、スポレフ、204SM。技術データ、PS-90A2 エンジンツマイナス 204SM のエンジンは、新型のロシア製 PS-90A2 で、 AP-33 航空規格に適合する。下記の一覧には、つ -214 も含まれる。全運用会社。墜落事故は起こしておらず、墜落による死者は出ていないが、着陸失敗による死亡事故が発生している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。